平野紫耀、26歳の誕生日を韓国で迎えるソウルでの目撃情報にファン騒然。日本のアイドルグループキングプリンスへの人気メンバーである平野紫耀が魅力的な26歳の誕生日を韓国で過ごしたことがファンの間で話題となっています。彼が滞在した韓国では、 彼の姿を求めるファンたちがソウルの市街地やこの裏空港に詰めかけ熱狂的な歓迎を受けたようです。1月29日、日本全国の有名施設が平野のメンバーカラーであるシンクのライトに照らされ、多くのファンがスマホのカメラを向けて紫輝くん、おめでとう。と祝福のメッセージを送りました。 しかし、平野自身はその光景や騒ぎを目にすることなく、同日まで韓国に滞在していたとの情報が明らかになりました。平野が韓国にいたことが広まると、SNS 上では多くの話題となりました。日本国内のファンだけでなく、韓国のファンも彼の姿を一目見ようと、この裏空港に詰めかけたほどです。 しかし、そのタイミングで韓国にいたことに対しては、一部のファンから不安の声も上がりました。昨年11月にキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場することを発表しているイヤ彼の退場後の動向には、世界中のファンが注目しています。特に彼のグローバル展開に対する強い意欲から、 海外の事務所やエージェントが彼の動向を注視しているとの情報もあります。韓国発の事務所、ハイブが平野を狙っているとの噂もあるようです。一方で平野が韓国を訪れたのは単なるレギュラー番組のロケであり、退場後の具体的な予定はまだ明らかにされていないとのこと。彼は現在もメンバーと共に全力で活動中であり、 退場後の活動に対する彼の決断を待つしかありません。最近では他の日本のアーティストも韓国の事務所に移籍するケースが増えており、平手ゆりなさんがハイブジャパンの新レーベルに以降のアーティストになることが発表されました。平野が誕生日に韓国を訪れたことで一部のファンからは韓国に行かないで。 日本のステージにも立ってといった反応がネット上で見られましたがこれは杞有と言えるでしょう。彼の韓国滞在は一時的なものであり、彼自身は現在もキングプリンスへの活動に全力を注いでいます。残りの4ヶ月、平野潮はメンバーと共に力強く前進していくでしょう。 彼の今後の活動に対しては、日本国内はもちろん、世界中のファンから注目が集まっています。ファンの皆さんは、彼の新たな挑戦に期待しながら、彼の未来を見守っていきましょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。